ーん、到着しました。これは何でしょうか。この前鹿児島行った時にホテルであのなんか冊子みたいなの見とって、うん、鹿児島のお土産みたいなところに、うんうん、竹焼酎ってあった。竹、竹、麦、芋、竹、うん、そうそうそう、米も言うたって、米、うん、コールも言うたって、コール、ごぼう、ごぼうも竹焼酎って書いてあって、うん、でなんか竹にそのお酒が入って焼酎が入っててっていうやつを見つけた。あ、へえ。周りに聞いたんよ、その竹焼酎どこに売ってるんですかって聞いたら、うん、みんな竹焼酎知らへんくて、うん、でもホテルのやつにバーンって書いてあったから、へえ。だからもうでもこれも絶対欲しいと思って、うん、でそんで陽子ちゃんとね、鹿児島の妹シンガーの陽子ちゃんと探しに行ったわけよ、うん、そこの住所に、うん、そしたら普通の家で、ええ、あんま工房になってて、うん、いろんな贈答品とかをね、うん、今からが楽しみ、うん、ね、あの竹焼酎は天然の竹を容器としていますので湿気を嫌がります。カビの発生の原因となりますのですぐに箱から出してくださいますようお願いしますと、うん、ね、書いてあって、飲み頃は12月24日から1月14日です。じゃあ開けるで。これをね、でその場で買ってくれるかと思ったら、うん、買えへんかった、うん、で名前までね取ってもらって、おーてっ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 てじゃーん、四日市酒場ギナギナ。お、すごい。これちゃんと座ってこれ。お、あ、掘ってある。そう、掘ってくれてあので、しかもこれね、うん、ホテルのやつにも書いてあったんやけど、うん、どこから入れたかわからへんのよ、ほんまや、これほんまや、どこから入れたかわからへん感じの。あ、でも、うん、お酒の匂いちょっとする。うんうん、せんな、せん、穴を3つぐらい、うん、アイスピックで開けて飲むんで、うん、この中にね結構、うん、しっかりとお酒入ってます。だからもうこれ飲み切っても、うん、飾りとしてもすごい。確かに名前入れてもらってあるから、うん、うん、あ、なんか天然の竹やからこうやって、うん、そう傷とかね、あったりする、ね、向こうで何個もあの見せてもらったの、うん、そのいろんな竹があるの、この細い竹もあるし、へへへへ、でまだこの背の高いのもあるけど、うんうん、ギナギナの棚入りきらへんだかんなと思って、まあ、このサイズにしたんやけど、うん、むちゃくちゃ安い。その焼酎が入っとることを考えたらむちゃくちゃ安い、うん、うん、これなんかあのプレゼントにいい感じなんだな、うん、いいね、うん、一旦飾っといて、うん、新年の営業の時に、うん、みんなに振る舞おうかなと、お振る舞い酒ね、うん、思ってます。プレゼントにいかがですか。オリジナル、ね、うん、竹焼酎、そうしっかり掘ってくれてあるから、ありがとうございました。飲むぞ。